これさ、ダイヤセイバーとかサンダーセイバー、アースセイバー、フレームセイバーってさ、シャルロットとかぶってね、今思ったけど。シャルロットもなんかやってたよね。サンダーセイバー、ダイヤセイバー覚えてるし、アイスセイバー、フレームセイバー、いや、かぶってしまった。いや、覚えさせてないけどね、デュランには。どうしよっかな。じゃあちょっと守りポイントに振っていくか。撃破ヒール欲しいからな。敵撃破値ヒットポイント 10% 回復、12ポイント振っちゃおう。もうここまでか、12ポイント。なんか闇に進んだのに、なんか防御に進むとは、なんかちょっとちぐはぐな気がするけど、まあいいや。で、撃破ヒールもセットしないといけないんだね。ガリオーギやる、必殺技使用時攻撃力アップ、これやろう。で、シャルロットつけてなかったよね。で、シャルロットはヒール SP をつけよう。で、あと装備してないのは危機一発ってつけてなかったのか。じゃあつけよう。よし、これでいきましょう。というわけで、はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、アマかける道ですね。前回ジンを仲間にしたので眠りの花畑へ向かうところになります。で、こいつらがなんか突っ立ってたんで、ちょっとここから始めていきます。皆さんここにいらしたんですね。で、ドンペリ様はなんと風の精霊を味方につけられたんですか。それはすごい。アルマ様たちは眠りの花畑にいらっしゃいます。皆さんの報告を聞いたらきっと喜ばれますよ。アルマ様って誰だっけ、全くわかんねえんだけど。アルマ様たちは眠りの花畑にいます。え、だからアルマって誰やねん。だってリースでしょ、あれは主人公の一人。暗い洞窟で息を潜める日々は終わりです。我らの城を取り戻しましょう。やる気は満々だな。だってじいさんがそのアルマ様のわけないしね。おかえりなさい。皆さんが無事でよかった。相変わらず可愛いな、リースちゃんは。おかえりなさい、ライザ。ケンジャ、ドンペリには会えましたかな。おかえりなさいとか言われても何も響かん、心に。まあ見ててくれ。いやいやいや、だから肝心のアルマ様が全くわからん。お任せください、ご主人様だす。俺たちは寝ないのかな。ローラント城、やっぱこいつは城が欲しかったのかね。忍者っぽい。これ城内にいるやつらにはやっぱり効かないよね。さあ今がチャンスよ。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけて。いいわリース、マジかわいいわ。2周目はリースでやるんで。まんまるドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。ライザもかわいいね。じゃあいただきます。3個9個。まんまるドロップだったらさ、樽の中もっといっぱい入ってる、何十個と入りそうだよね。天使の聖杯はなんかごちゃごちゃしてそうだから、ちょっと樽の中に3個くらいしか確かに入んなそうだけど。これないとどこ行くの。セーブポイントがあるけど、さて乗り込むか。ちょっと出遅れてしまった、リースちゃん早すぎる。なんかあったけど、10円、リースちゃんが落としたのかな。あれ、なんか上にあるんだけど、出てとんのこれ。気になる。いけた、アイテムの種。死体蹴りしていくか。なんだ、経験値にはならない。こっちはもう始末しておいた方がいいよ。こっち行けんの。鍵がかかっている。回復のツボが減ってんだ。ここに来るまでに何回か戦闘こなしたからね。完全に制圧している。ここは私たちにお任せください。あんまり奥行かない方がいいよ。
金の女神像がこっちにあんねん、マーク的に。いや結構城内寝てるじゃん。宝箱まん丸ドロップ。だって花粉なんて、花粉とはまた違うか。こんな城内まで入り込まないでしょ。一応こっちも見てこう。宝箱あるかもしれない。なかなかいい寝室だね。こんな1階の入り口のところに近くにあんの。あれ、なんてこれ、どうしてこの人はここで倒れてる理由が分かんないんだけどやられたわけじゃないし、寝ちゃったのかな。一緒に敵じゃないよねこれ。え、なんだ超謎、知らんぷりしてるしこいつら。戦闘が行われたわけでもないよね。だってなんでこの人ここで倒れてんだ。ちょっと教えてくれ。おい、あいつそこで倒れてるぞ、人が。大丈夫か私たちお任せくださいって息巻いてるけどさ。まあいいや、気をつけてください。いや、もうすでに一人やられてるぞ。ここは私たちお任せください。変わらないな。結構さ、調べるところありそうだな。パパパッとね、見るだけは見ていきます。宝箱、天使の聖杯。敵がいる。あいつらあそこで任せてくださいって言ってる。まあないぞ。これどっちの兵士なの。アマゾネスじゃないよね。でもなんかやってたからな。ローラント城の内部の情報が全然わかんねえんだけど、目的地自体は結構あるね。こいつはここまで入り込んでる。さっきの兄ちゃんどうしたの、無視してきたのかな。スルー推奨、あの敵はスルー推奨ですみたいな。ここは通報がある。ちょっとなんだっけ、あ、ただないというか、いる。なんか向かい合ってんだけど、触れない方がいいかな。そういうわけにいかなかった。やはり2発、忍者系って2発なんだよね。水筒の忍者系、あ、真剣はあれか。ただフォークアイはこういう危険とか覚えるんじゃない。あれ、こいつ敵、あ、そうだ、呪文に使っとこう。100溜まってるから。チビデビルは弱い。まあ、この辺の敵は全滅させたようだな。さて上、うわーマジかお前ら、やるな。忍者は、あ、3体いた。2体かと思ったら、なんていうかわかんない。あ、そうか、倒してるから回復してんだ、日本中なんで回復してるんだって思ったら、いいね。今のヒットポイントが407だから40回復か。で3体倒せばだって120回復するからね。ちょっとアンジェラやばいんだけど、頑張るドロップ使おう。なんで城の中にモンスターがいるんだ。あ、さっきね、ほとんどの魔物に眠り花粉は効かなかったみたい。ここは私花粉は花粉なんだ。忍者はモンスターあったりするかな、ちょっとわかんねえ。強くなっている。まんまるドロップ、さっき使ったから。グラディエーター、アーマーライト、逃げろ。このかわし術がよくわかる。70いくつくらってなかった、シャルロット。やはりミルソウルというやつは強いのか。まっかりもまんまるドロップ使おう。どんどん使っていこう。
航空愛。お前もナバール兵だな。違うんだ、俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。てか牢屋開けてくれたじゃんこいつ、覚えてないの恩人のことを。ひどくない？ありがとよ。イザベラって女が何者なのか俺も詳しいことはわからない。だがこれだけは言える、本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べではイザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男、イザベラ、いや美獣に殺されたんだ。美獣はさらにイーグルの妹のジェシカにまで、奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む、もし美獣と会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かった、できるかどうか分からんが、なんとかやってみるぜ。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ俺は先に行く。なんか牢屋での出来事を。あの人魔物だらけなのに一人で大丈夫かしら。出来事じゃなかったんだなこいつらにとっては。先へ進むか。じゃあ、まあ、魔物だらけって言ってもスルーしていけばなんとかなるからね。じゃあいけるっちゃいけると思ったらこれだけだった。100円、回復の都合はまあ分かった。戻っては来ないと思うんで、あーまあない、仕方ない。とりあえず金を打ち込んでこう。それでこの攻撃ほら、いいね、回復。お前まだいたかった。俺の生贄になってもらおう。いや、ヒットピント回復いいわ。あれ、お前いたって。ダブラったかいよ。よし、回復。回復ポイントがちょいちょい置いてあるのがいいね。こっちなんかある、アイテム守っている。このアーマーライト、あれか、ガードないね。ガードがあるやつないやつの違いがもう分からん。肉を切らせて骨を断つ。回復している。480円。あ、いいじゃん。3回やって攻撃だよ。1、2、3。こっち細い道、あ、いけねえか。そもそもこっちに入り込まなきゃいけない。なんかのあれになってんな。手裏剣やつからだとちょっときついな。何やってんだ。組み合いしていた。でちょっと宝箱をゲットしたいんで、一回こっちから回っていこう。なんかあるかもしれないからね。あまらないと宝箱なんとか阻止できないな。ただこれちょっと踏み込みがあるから、うまく当たんないときがある。あれ、まだいたかった。すごい、いたか、取ってみたかったけど、呪文尻は使っとこう。ウォーハンマー、これシャルロットだよね。装備させるか。
攻撃力プラス5、魔法攻撃力も上がってくんだね、武器変えるだけで。まあ、こっちは来てよかった。シャブ回復させるか。何人狙われてんだろう。痛い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 強い。いいね、今の回復量がすごい。それ一人でも十分だったな。女神像、ちょっと待って、こいつは倒してからリスちゃんやられてる。もしかしてまずは宝箱だ。重要ポセイドンの爪、これあれだね、多分セイバー系ってかさ、セイバー系って今思ったら道具でなんとかできない。わざわざだってやったもんね。これ水属性ダメージでしょ。なんかさ、道具で代用できそうなんだけど。モグラの爪やんなかったっけ。モールベアの爪、そうだよね、土属性不要だから。イベントが始まりそうだから先に回復しとこう。こいつは殺してから回復しようかなって思ったけど、俺のリースちゃんに何をする。やろう、その子を離せ。許さん。誰か来やがった。美人様に報告だ。こいつはなんか大したこともなさそうだな。人が来ただけでさ、敵の将軍は報告だって。そこの部屋の中です。あとは俺たちに任せて、ここでじっとしているんだ。皆さんに迷惑ばかりかけて申し訳ありません。今回どこ行ったの。頼もう。シャルロット、ウキウキだな。風土か、ええー、落とさそうなやつだ。ん、あ、やっぱ風。とりあえずこれを撃つ。ちょっと戦闘続いてんだね、これやってる時に。どこにいる。あ、いたいたいた。アンジェラの人とどっかいたい。ピンクタイフーン、150、これとか強い気がする。他のダメージがどれくらいなのか。トラップレベル、あ、なんか出てきてる。シェイクシフターみたいな、ボディチェンジ。あー、どうだろう。うわー、ボディチェンジでも絶対これあるよね。いや、待って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 、なんか弾出した時に下から使うのが良さそうだけど、どうなんだろう。やばい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 、死ぬ。おー、さすがシャルロット。待って、これに、あー、トラップレベル2。俺がやばい。ちょっとどういうこと。ちびっこハンマーなかったっけ。プイプイ、それ直せばいいのか。どういうことか。誰だよこれ。シャルロット自分で回復するのかさ、先に使ってあげた方がいいのか分かんない。そう、安全を。ちょ、アングルがよろしくない。危険な。ちょっと必殺は自分で積極的に打っていかないと。490、あ、やっぱ強えわ。行きましょう。行って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 、早く行って。パワーもない。まだ半分減ってないのか。誰かに当たんなかったか。
一回逃げよう。ちょっとこれ。硬すぎんだけど。ファイヤーボルトだ。シャルロットがまずい。マンマドロップ自体はまずちょっと怖い。まだマンマドロップでなんとか大丈夫だろ。シャルロットだけな。強攻撃で一発した方がいいかな。一応。人がやられると若干厄介だから。ああ、こいつもまずい。いや、厄介なとこに来たな。めんどくせえ。強攻撃連発して、ちょっと失礼した。アンジェラ、アンジェラがやばい。回復。で、いつの間にかこいつらが溜まってるから。やろう。で、アンジェラも止まってる。ちょっと待って、メルトウェーブとかいうのが来た。ヒットポイントが半分くらい減ってくると、なんか結構大技を使ってくる気がする。邪魔なのかな。あ、待って待って、吹っ飛ばし、吹っ飛ばしはめんどくさいから。あー、逃げる、一回逃げる。ファイアボールクラス、一回逃げよう。フレーズモードは俺じゃない。メルトウェーブ、ちょっと待って、メルトウェーブ、あっ、痛い。シャルロットが勝負でまた200溜まりそう。死んだ死んだ。死んでも全開で回復できるからね。メルトウェイブ、いって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 、ちょっとチョコ食うか。吹っ飛ばし、これ通過して当たれ。ちょっとみんなやばい。一気に回復させるか。あ、やられた、助かった。二人とも死んだわ。ブレイズウォール200貯めたい。まず3人200貯めて一気に行こう。やばいやばいやばい。吹っ飛ばされると、もうめんどくせえこいつ。シャルロットってさ、どれくらいだったっけ、その回復使わなくなるの。これボス戦の時はこれじゃなくて、あれ変えらんない、作戦変えらんない、作戦変えらんねえわ。うわ、厄介すぎる。罠が厄介すぎる。一応回復してくれる、あれ使ったからね、くるみ。逃げろ逃げろ。で、いや、今までの中でガチで強いこいつ。パックンチョコ、吹っ飛ばされたやつはもう使わないからね。この罠どうすればいいの。常にピコンピコン言ってんだけど、なんかあるか。いやいやいや、そのなんていうの、罠がさ、なくなるあれでもやってる間に死ぬんだけど。天使の世話使ってくれたな。まんまるドロップがなくなるわ。これ回復しながら、てかさ、これさ、アンジェラとかさ、全然こっちに攻撃してなくね。なんか雑魚敵と戦って死んでるよね。どうすればいい。シャルロットもだから一回向かわせるか。このまま行って、当たってる。待って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 、
俺はどうすればいい。魔法したい。ヒールライト味方全員回復。ヒールライトをだからあれにしとくべきなんだな。頼むぞ。おいマジかよ。ティア速攻で死んだな。ちょっとアンジェラ、ちょっと逃げる逃げろ。攻めて撃つ。でシャルロットがなんか死んないけど、もうすでに溜まりそうだな。で魔法って何なの。ダイヤミサイルもやってくる。どう、ちょっとバカなんだけど。早よ。ブーブーとメルトウェーブ。うるさ。結構当たった。デュランもあれ撃つか。やっぱね、雑魚敵と戦ってんなこいつら。あ、ここにツボがあった。ちょっと割ってこ。割れねえんだけど。トラップがやったね。誰、シャルロットが死んだ。いやもうやっ厄介すぎる。ほんと厄介だこいつ。使った、使ったね。でくるみも、もう割っとこう。ちょっと作戦見直そう。ちょっとこれ呪文じきり打ちます。はいはい、倒した。ごっちゃごっちゃになっちゃったと思うけど、きつかったわ。ローラントと奪還しよう。作戦ターゲット、そうかターゲット、じゃあこれデュラントまでいった。ヒットポイントの低い敵になってたからか。これさ、ボス戦になったら変えらんないんだよね。同じ敵にしとくのも、一人のやつを集中的に狙ってもらおう。数を減らす。で戦略は攻撃優先、全力攻撃、前後。ああ、攻撃優先でいいな。で特技は 50% ってことは150。いやこれちょっと、あ違う、50% でいいか。特技は 50% で、必殺技は 50%、 回復アイテムは5個未満にならないように。3個だな、どんどん使って、いや3個だな。でシャルロットもちょっと同じ敵にしよう。で援護優先、シャルロットは援護優先でいいでしょう。で特技、いや 25%緊急的に自分が操作するかって言われたらそうでもないからな。回復アイテムはもう3個だな。だからデュランのところにシャルロットのあれをつけることはできないんだよ。でまた夜になった。だから回復したいときはやっぱり一回シャルロットに変えて、すぐ回復魔法を打てるようにする。でアンジェラも魔法、これちょこ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 入れ替えていかなきゃダメか。魔法キャラは、まあいいや、それでちょっと今回学んだ。今回のボスは結構学んだ。ただ攻撃してゴリ押せるような相手ではない。出てきた、お前らはゴリ押せそうだ。またボス、フュージョンみたいな感じかな。合体だと？さあ、あ、めどくさい。使いやがれ。うわ。一回変えて、一回変えて、で、なんか、ダブルアタック、ちょっとやろう。魔法じゃなかったこれ。待って、魔法はどっち ？R1 か。で、ホーリーボールクラス。いや、なんか待って、難しいわ。これシャルロットだけだ。いやーやられた、マジで。で変えて、ちょっと待って、ほんと難しい、難しくなってきた。
たけど。技を。覚醒してくれるんだった。やめしとけ。ヒールライトクラスは絶対必要だな、これ。てかもう減ったらすぐ回復してもらいたいんだけど、シャルロットが。アンジェラも結構もうどんどん技を使って、技とか魔法を使ってもらいたい。肉弾戦じゃなくて死ぬぞお前。いやちょっとパックンチョコだな、じゃなくてまん丸ドロップだよ。いや回復してんな、あ、してねえわ。チャンスだ、押し切る、とりあえず強行だ。これは止まるね、敵が。いいね、こんなにボーリングボール打ってくれ。あー、なんかこの敵が出てきた。待って、厄介すぎる。誰死んだ。聖杯聖杯だな。やるやる、何パーセントになったら回復とかなかったよね。いや結構回復打ってくれてんな。ただマジックパワー尽きる前に、てか魔法のクレームがない。いやもうこれ使っておけな、ガンガン使っておこう。ジャンピング、行きましょう。リスカウト。シャルのマジックパワーはある。でアンジェラのマジックパワーはちょっとね、回復させてる暇がないんだよね。魔法のフレームが今ない。回復に回したい、このマジックパワーは。よし、出た。ペン倒せそうだ。よし倒した気がする。お前はもう最後疾風拳みたいなので倒す。あれ、あ、大丈夫だよ。あ、逃げられた。もうどうなってんの。シャーコット目指せ。でシャルロットに変えて、いやお前いける、ゴリ押せる。いやきつい、ほんときついわ。覚えてろ美獣様、申し訳ございません。めっちゃ経験値入る。これクラスチェンジしてなかったら無理だね。まあもう絶対クラスチェンジできるレベルにはなってると思うけど。行きましょう。誰？いやもうちょっと、もう一回作戦見直そう。本当に分かんねえ。いやボスになったらさ、ボスになったで変えたいんだよね。あの普段はあんまり使わないでほしい。ボスになったらもうマジックパワーなくなるまでガンガンやってほしいんだけど、それできないのかな。いやーでもこれ開こうとしたらやっぱあれになっちゃったんだよね。育成にあれがついてるのかな、マークが。まあいいや、もう勘弁してよ。お前は何者だ。
私は美獣黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。欲しければ触れてやるよ。待て。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でももうお父様は戻らない。あの美獣とかいう女がナバールを操っているみたいだ。とんでもねえ女だぜ。でも本当に大丈夫なのかしら。いつまたあいつらが攻め返してくるかわからないよ。一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城にとどまることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう！ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を助け出してきます。それまでお願いね。リース様、お気をつけて。私は再びエリオットを探す旅に出ます。ここで別れましょう。いろいろとありがとうございました。ああ、早く見つかるといいな。さあ、風の精霊も見つけたし、国王陛下に会いに一度フォルセナへ戻ろう。さて、じゃあフォルセナへ向かいますか。こっち気になるけど、なんだろうね。いけない。これまた歩いて帰んなきゃいけないのかな。歩いて帰るっぽい。ナバール盗賊団に占拠されたパロはどうなったか。移住が去ったことで盗賊団の存亡も溶けているんじゃないかしら。一件落着でちね。これで船に乗れるでち。でもシャルロット泳げないからちょっと怖いでち。まあそんな感じでとりあえず街に戻ろう。で次やっていきましょうかね。そんなわけで、いやもうボス戦マジできついけど、もうちょっとね、もうちょっとなんかいろいろと見直せるところがあれば見直してやっていきたいと思います。そんなわけで戦闘中ですけれども、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。